ティム・トーマスはアメリカ合衆国ニュージャージー・シューパターソン出身の元バスケットボール選手。ポジションは主にスモールフォワード。フィラデルフィアのビラノバ大学でプレー後1997年の NBA ドラフトで全体7位でニュージャージー・ネッツに指名された。その後まもなくキース・バン・ホーンとのトレードでフィラデルフィア・セブンティシクサーズへ入団した。ルーキーイヤーには オールルーキーセカンドチームに選出されている。その後ミルウォーキーバックスへ移籍し、4シーズンプレーした。2001年の1月5日のポートランドトレイルブレイザーズ戦では、後半だけで8本の3ポイントシュートを成功させ、それまでのハーフでの記録を更新した。2004年には、再びバンホーンとのトレードで、ニューヨークニックスへ移籍。以後は、ジャーニーマン化しシカゴブルズ、 フェニックス・サンズ、ロサンゼルス・クリッパーズ、ニューヨーク・ニックスと東西を渡り歩いている。サンズでは、2005から06シーズン後半に合流したものの、プレイオフファーストラウンドのロサンゼルス・レイカーズのゲーム、6トゲーム7で、クラッチタイムでの3ポイントを決め勝利の立役者となった。その後4年2400万ドルで、クリッパーズと契約した。2007から08シーズンは、 パワーフォワードにコンバートし、得意の3ポイントシュートの成功率を大幅に下げた。2010年9月、病気の妻の世話をしたいとプロバスケットボール選手を引退した屈強な体格を持ちながら、シューターとして活躍し、シューティングガードからパワーフォワードまでこなせるが、主にスモールフォワードでプレーする。幅を生かしたポストプレーからのターンアラウンドシュート等を得意とするが、 2005から06シーズン頃からは3ポイントシューターとしての地位を確立した。しかし指揮者からは彼のポテンシャルの高さを十分に発揮できていないとの批判が多い。ありがとうございます。